カダノアズママロ像、カダノアズママロ原文元年7月2日は、江戸時代中期の国学者、家人。通称は、いつきの宮。署名は、信森と称し、後に東丸。鴨モノ淵、ブ元織のリナが、平田篤種と共に、国学の世に大人の一人とされる。東丸神社伏見稲荷大社のカダノアズママロ旧宅、カダノアズママロの父は、 伏見稲荷神社の社家で、古典安職の歯倉神仙であり、母は、細川忠興の家臣深雄氏の娘廃止である。加田の安ままろは、慶中の万葉大正記などを学び、国家意識を強くして古典及び国史を学び古道の解明を試みた結果、万葉集、古事記、日本書記や大上海の研究の基礎を築き、復古神道を提唱するなどの業績を残した。 教法十三年には、著作、はじめ学校系を、江戸幕府に献じて、将軍、徳川義宗に、国学の学校建設の必要性を訴えた。加田のアズマの弟子に、鴨の間マがいる。加田のアズマの著述は、豪中場で倒れたため未抵抗のものが多い。主な著書に、万葉集壁安章、春葉集、はじめ学校、系、伊勢物語、道事門などがある。 なお、京都市伏見区の伏見稲荷大社境内に隣接する東丸神社は学問の神様で知られ、合格祈願の絵馬や折り鶴が奉納されている。漢文9年に京都において新官の子として生まれる。元禄1十年より、明法院宮、行延方法神郎に主館したが、元禄十二年に暇をもらい、元禄十三年3月には直主として、 江戸へ派遣された大井の帝京光京に随伴して、一緒に江戸下校した。京光京は役目を終えると、早々に帰京したが、東ずまはそのまま江戸へ残らせてもらい、江戸の武士たちに科学や神道の教授を行うようになった。この江戸滞在中に、赤楼市に、キラ義中在宅確実の日である茶会の日を教えたと言う。また江戸滞在中に、長岡藩牧野家に、 よく教授に言った関係で、長岡藩主、牧野忠志達より五人ぶちを支給された。聖徳三年四月には一度帰京しているが、十月には、江戸へ戻る。その後もしばしば帰京、江戸下校を繰り返す。教法七年六月には、富士の明の招きに応じて、富士大宮に滞留し、この際に、富士登山を行っている。江戸滞在中の教法八年に、将軍、 徳川義宗に招かれて、幕臣となり、教法十二年まで使えたが、胸の病にかかり、教法十三年には、養子の奏の財満に家督を譲った。教法十五年には中文にかかり、原文元年に死去した。教年六十八。赤事件で有名な大石義夫とは、旧知の友人であったと言われてきたが、一面識もなかった。大石は、へ行っていたまろから、 平ら茶会が、元禄15年12月14日にあることを聞き出してこの日を打ち入り結婚の日と定めたとされて、来たが事件当日に、堀部かなまる宅で、大石長丸、ろ、両国兄弟より東丸からの情報を聞いたとき、初めてその名を知った。それも、来客が止まるようなので打ち入りは延期した方が、良いという情報だった。昭和3年から昭和7年にかけ、 当時の官兵大社稲荷神社編により、吉川博文館で、門ダ禅州全七館が刊行された。平成2年に、名著府9回で復刻されている。昭和19年に同じく稲荷神社により、門ダノアズマ路禅州が企画されたが、当時の情勢により、第4、5、6、10館のみ東京の六号書院で刊行された。吉川版も未完結であった。近年、 国学院大学の120周年記念事業の一環として文学部教授の根岸茂雄を代表に近世国学の展開と加田のアズマロの資料的研究の企画が立ち上がり平成15年6月より新編加田のアズマロ全集がオ風フで観光会し平成22年2月に完結した加田のアズマロから言葉んく国学の4大人の意味 空国語辞書。2020年7月22日閲覧。日本使用語研究会、筆形日本使用語実況出版。4定番。ISBN 9兆7844億731万6599。全国歴史教育研究協議会。日本史 B 用語集。永平器山川出版社。改定版。 ISBN 9長7846億3 4 0百1万3025国学院大学文学部加田野東ズ年賦校、漢文11年羽倉新鮮日記2008ありがとうございます